黒船来航と幕末外交第二回は対外政策の転換とアヘン戦争異国船打ち払い令が想定していた異国船とは世界の七つの海を支配する超大国イギリスでしたしかしこの強固姿勢は17年後天保浸水令 天保13年1842年によって終わりを迎えますそれはなぜでしょうかきっかけになったのはモリソン号事件とアヘン戦争情報ですまずモリソン号事件について天保8年1837年マカオから来た一隻の外国船が裏側沖に姿を見せましたが 浦賀の砲台からの発砲を受け船は規範鹿児島にも入港を試みましたが同様に発砲を受けてマカオへ規範しました無二年打ち払い令による当然の措置として格別の議論は起きませんでしたしかし翌年オランダ風雪書きが驚くべき情報をもたらします。そこには、 日本に対すする次ののような強いい抗議が示されていたのです日本人漂流民の送還を目的にマカオ出港時に意図して大砲を外した非武装船に対し有無,無を言わさぬ発砲は極めて遺憾である。モリソン号はアメリカ商船ですがこれをイギリス船とする 誤報が混入していましたが、報復のためにイギリス海軍が来航するのでは、とイギリス脅威論が増幅されることになりました。時の老中、水野忠邦は、森村号の再来航も念頭において、打ち払い令の是非も含め漂流民の取り扱いを、 検討させます水野は内原衛霊の適用がすでに時代の潮流に合わないことを見抜いていたようですしかし表情書は長崎武行が提案した漂流民の護送をオランダ人に依頼するのも不可とした上内原衛霊を継続するのが死闘と結論付けました 水野はまた江戸湾防備の改善強化に乗り出し伊豆諸島や小笠原諸島の調査も実施させました下総相模伊豆などの沿岸を調査した伊豆韮山大官の江川秀達は防備強化の対策を抜閣へ上進しましたがこれまでの政策を大きく 大きく変えるまでには至りませんでしたところで、モリソンを捕らえに関する情報は幕府の機密事項でしたが表情書記録方、羽賀一三郎の手により彼の乱学関係仲間、少子会へと密かに伝わります少子会とは、晩社とも言われる乱学研究グループで 中心は陸奥水沢出身の蘭学者高野長栄と三河原藩年寄役渡辺火山でした。メンバーの中には環状吟味役河内俊明や伊豆韮山大官の江川秀達などの爆心たちの顔もありました。 剛事件の情報がメンバーに伝えられると長英は墓術夢物語を表して国際的道義上の観点から打ち払い令を批判し火山は新規論を記し解剖的視点から鎖国政策を批判しました幕府に対する彼らの捨て身の警告も何ら身を結ぶことはありませんでした 十年1839年5月2人は小笠原の無人島に渡航を企てたという事実無根の罪によって逮捕投獄されますいわゆる社の獄です彼らの鎖国批判は爆破体制を揺るがす不穏の論として排斥されたのでした。ところが この事件からわずか一月後、幕府の対外政策は大きな転機を迎えます。6月24日、オランダ船が長崎に入港。オランダ風雪がきによって、アヘンをめぐるイギリスとシの緊張関係を伝えるニュースが伝えられたのです。それによると、新政府がイギリスのアヘン密売を、 禁止してイギリス商人が販売用に貯蓄していたアヘンも、すべて新政府により没収されたといいます。しかし、この情報は他の情報にさりげなく加えられていたに過ぎませんでしたし、またこの時点では、開戦前だったこともあり、幕府はこの情報に対して特に反応していません。 しかし翌年のオランダ風雪書きはイギリスが真に派兵したことを伝えていますまたこの時の報告は重要性も高いというオランダ商館長の判断で別段風雪書きも付加されており水野忠邦もようやくこの事件に目を向けるようになったのでしたそして別段風雪書きだけでなく 来航の中国船から東風雪が来で、直接情報を得ながら、幕府は状況の本格的調査に乗り出します。指示した調査項目は、軍艦、兵卒、兵器の数、種類から軍略、傭兵の様子まで微細に渡りました。水野は、やがてイギリス海軍が長江を遡り、 大運河と交差する中国最大の食料運搬ルートを封鎖すると判断それを江戸に入る海鮮ルートの封鎖に読み替えました浦賀水道で外国船が一隻でも封鎖行動を取れば物資運搬が阻止され大消費都市江戸はパニックに陥りますこうして天保13年 1842年8月28日老中水野忠邦は強硬な打ち払い令を撤回し穏健な天保浸水令に政策転換したのです。それはアヘン戦争終結の南京条約が締結される前日のことでしたところで幕末日本に多大な影響を及ぼした アヘン戦争についてここで簡単に整理しておきます。イギリスでは産業革命の進展に伴い自由貿易拡大要求が強まりまりす中国との自由貿易はかねてよりの懸案でしたが幾度かの交渉にもかかわらずその門戸は閉ざされたままでした。この絵は 1792年のマカートニーを団長とする宝珠施設団の建立亭への越見の風刺画ですイギリス施設団は様々な品物を献上して関心を引こうとしましたが交渉は失敗に終わりました他方、イギリスにおける喫茶習慣の定着により中国から茶葉の輸入は増え続け 大清朝の貿易赤字は膨らむ一方でした。1699年から1773年までの中国とイギリスの貿易を図で示すとこうです。イギリスは中国から茶、絹、陶磁器を輸入し、その支払いを銀で行っていましたから、大量の銀が流出、完全な型貿易でした。 イギリスは貿易改善の施設を何度か派遣しますが、いずれも失敗。では、どうやって型貿易を改め、議員の流出を防ごうとしたのでしょうか。これです。アヘンです。もちろん密輸です。これはインドのアヘン製造所です。これは、 アヘンの救援にふける中国人たちです。これもそうです。中国のアヘン密輸は急速に増大し、一箱60キロ入りのアヘンの箱が、1731年には200箱だったのが、1838年にはなんと4万箱にまで増えます。アヘン吸援者の数も、 1820年の37万人が1835年には204万人に達しますそしてアヘン戦争後の1845年にはなんと3000万人にまで達するのです中国の銀もそれまで流入だったのが1826年から流出に転じます まさにイギリスの思惑通りですこれにアヘン密輸入学のグラフを重ねますと関係がよくわかります事態を重く見た皇帝は林即上1838年12月全県委任の金査大臣に任命します彼は1839年3月 関東に到着すると早速命令を出します1.3日以内にアヘンを提出すること 2. 今後永久にアヘンを持ち込まないよう制約書を提出し持ち込めば死刑に処することそして3ヶ月後の6月には提出されたアヘン2万箱を処分します当然の行為ですよね しかしイギリスはこれを口実に1840年真に宣戦布告するのですそしてその海軍力で沿岸の諸都市を攻撃して中国を圧倒しましたそしてイギリスが勝利し1842年南京条約が締結されます イギリスは没収アヘンの保証費も含めた多額の賠償金それはなんと中国の国家予算の16倍に上りましたがその賠償金を獲得しさらに香港を割上させ5つの港を開港させるとともにかねてよりの懸案であった貿易自由化を実現させたのです。こうして中国は、 開国し自由貿易を開始しますが、それは反植民地化の第一歩だったのです。そして、こうした中国の実態が、オランダ風雪書き、別段風雪書き及び東風雪書きを通して日本に伝えられたのでした。